そしてですね、なぜかトレンド入りしていたツイッターで、雲中行軍オーランベールにおいてコインカウンターさんの予兆に攻撃に予兆が表示されるようになります。いやはや。これまあちょっと、はい、なんていうの、これはねいいじゃないみたいな見たんですよ。はい、SNS とか。はい、見ました。見ました。これはあれだろう、光の戦士たちがなんだ予兆じゃなくて A 勝負を見て避けるんだぞっていうのを覚える、うん、じゃんみたいな、はい、でもこいつ以降しばらく使ってこないねそうですね。あとね、あとね、あの皆さんね、うん、できるから言うんですよこれ。そうね、ね、そのだってここで必ず若葉の人たち吹き飛ぶのがいいんじゃんみたいな、やめるんですよ、ね。まあ、俺作っといて本当なんなんですけど、やめるんですよ。わかんないんですよ。で、問題は、あの、何されてるかわかんない子なんですよ。あの、この人、確かハンマー振り回してますよ。そうそう。振り回してるんですけど、なんか急に回転したりとか、ね、そうなの。前方を投げ払ってみたりとか。これはね、わかんない。で、さすがに、もうコインカウンターさんだけだぞと。なるほど。そろそろで、これ実は結構議論したんです、でも僕らも、うん、実は今最近あるタイプの予兆で直前予兆っていうのがございました、はい、ピカってなるやつ、攻撃の直前に、はい、攻撃の約1秒前とか 1.5 秒前に範囲だけバッて出る、出ますね。でも範囲を見てから避けれない、はい、つまりこの A 勝の後、このぐらいの場所に攻撃来ますよ、うん、2回目からはもう分かったねっていう、気をつけてくださいねっていうためのありますね。つまりかわすのが目的じゃなく、はい、攻撃範囲を知らせるための直前、僕ら開発だと直前予兆って呼んでるんですけど、直前予兆でもいいんじゃないですかと、はあ、つまり1回殴られれば、うん、あの範囲殴ってくるんだねって、でもこいつ見えない攻撃ばっかりじゃねえからそう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 なのなんか50パー切ってからなんか増えるし、はい、そうなんですよね。ちょ、中途半端だろうっつって、それでも当たるでって、だってドーナツとかだよ、だってあれもビボールだった。そうなので、あのここはですね、あこういうカウンターさんに、まあ分かりやすさをですね、そうね、はい、申し訳ない、はい、というわけでですね、あの弱くなってるわけではありません、うん、避けやすくなっている、そういうことですね。で、まあ、ぜひですね、A 勝を見て避けるんだよっていうのは皆さん先輩たちがね教えてあげていということです、はいはい、というわけで、なんと7年経ってトレンドになったコインカウンターさんの話でした、ね。